横浜 F マリノス対柏レイソル、解説は元日本代表ミッドフィルダーの北澤豪さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて今日のコンディションですが、気温が13度、湿度が 77%、 そして晴れ、湿度は高く、そしてかなり寒いんですよね。はい、ちょっと寒いですよね。開始前の様子を見てると選手たちもだいぶ入念に準備運動してましたよね。そうですね。軽く選手たちを眺めているんですが、ロペス若干調子が落ちているという情報も入っています。カビラさん、はい、その選手の情報ですけど、確かにあんまりコンディションがいいとは言えないようです。開始前の練習でも散漫なプレーが目立っていましたね。なるほど。ピッチの様子をレポートしてくれるのはフローラン・ダバディさんです。ダバディさん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ディフェンスの選手です。さあキックオフまであと少しです。客の見守る中、開始の笛が鳴りました。では立ち上がり見てまいります。さあ来た、スライディング、あともう少しでしたね。細かいボールの奪い合い、頭で渡す、左サイドへ出す、右にはたいた、大島、フォワードの選手です。小林、必要なチェック、プレッシャーを与えます。さあ戻して、いいですね。あっとこれは強すぎました。いい守りを見せました。あっとここには誰もいません。前に送る、おっと、田中、この辺から少し前線で止められる回数が増えていますよね。ちょっと奪われがちですよね。山瀬、ここで突破を図る、まだコースを探しています。山瀬、シュートを打ちましたけれども、もう打つしかないという状況だったんでしょうか。そうですね、やっぱり先ほどのように時間かけられてしまいますとね、しっかりとディフェンスが戻ってしまいますからね。前半30分を回ろうというところ、右にさばいて、カビラさん、ホーム側ですけど、中盤の選手に対してもっとサイドへボールを振っていけとメッセージを送っていました。そうですか、ありがとうございます。強い、攻め上がったんですがここはうまくいきません。ここは戻します、パスをつないでいく、競り合った、いい攻撃だ、ロペス詰め寄られました。ハマ強引に行きます、ピンチを逃れました。さあチャンスを迎えた、サイドからの攻めを見せたんですがここは阻まれています。味方を探している、行くか、
ヘディング。そして今ホイッスルが吹かれて前半が終了しました。さて北澤さん、前半戦を振り返っていかがでしたか。そうですね、一瞬怖っていうところもありましたけどね、後半に期待です、はい、さあ後半どういう試合展開になるんでしょうか。前半を終えたところで0対0、両チーム無得点で折り返しています。今後半が始まりました。おっとこれは流れた。鈴木、激しく奪い合います。富山、松田、山瀬、これはファールの判定。ここは戻します。ここからいった。ここは入れたかった。山瀬、今日の意気込みが感じられるシュートを放っていきました。惜しかったですね。ロペス、つないでロミー。Fマリノス、ボールキープしています。カットして、今よろしいでしょうか。アウェー側ですけど、選手に対してアップの指示を出したようです。どうやら一人だけですね。そうですか、どうやらベンチに動きが見られるようです。あっとホイッスルがありました。カビラさん、アウェーベンチが慌ただしくなってますね。2枚目のカードを切ってきそうです。22番の選手を変えてきそうですね。なるほど、交代があるようです。ここはボールを下げました。これはファールを取られました。カードが出ます。もっとヘッドでセリア、富山、ここで激しいチェックに行く、今よろしいでしょうか。あ、はい、ダボディさんどうぞ。ホーム側ですけど、誰かアップを始めてますね。ここから見えるのは一人だけですね。なるほど、今レポートがありました。交代が見られるようです。あーっと惜しい。しかし北澤さん、はい、かなり強引に切り込みましたね。はい、いやいや強引な感じも見えますけどもね、ああいった攻めも時には有効なんですよね。ここで選手の交代が告げられます。まあ出ていく選手についてなんですけど、やはりうまくチャンスを作れてないというところが多いですから、そこを見られたのかなと思いますけどもね。なるほど。レイソ、今のところ0対0。中盤での動きがこの辺から急に良くなっていますよね。そうですね、この辺り早くなりましたよね。倉川、太田、また奪った。後ろからのマーク。今後半の40分が経ったところ、ホイッスルです。フリーキックとなります。右へ、中がちょ入った、入った、ゴール。
後半終了直前、レイソルついに最初のゴールが生まれました。リ、チーム待望の一発を決めます。試合の流れが変わりました。でもポストの内側に当たってましたからね、ああいうのはなかなか触れませんよ。さあリプレイ画面が流れています。本当に思いっきりよく打ってきました。ペナルティーエリアの外。そうですね、まあ試合の状況によっては今のような長いショットもね必要になってくるんですよね。そうなんですよね、蹴った本人は気持ちいいでしょうね。いやー北澤さん、ようやく最後の最後で得点シーンが見られましたね。そうですね、相手としてはもうとにかく早く前へという気持ちでしょうかね。止めた。さあもうゴール後のキックオフは始まっています。そして今試合終了、1対0、レイソル1対0で勝利、踏ん張りました。さあ北澤さん、最後まで分からない試合になりましたね。はい、いわゆる魔の時間帯というものがねどれだけ怖いかということを見せる結果になりましたよね。サポーターもびっくりしてるでしょうね。さあ今日の試合の内容についてなんですが、前半24分、山瀬なかなかのシュートを見せてくれました。ええ、まあ外れてしまいましたけど、絶妙なパスをつなげてシュートという典型的なパターンができてましたよね。そして忘れてはいけません、後半44分、いやー見事なミドルシュートを決めましたね。ええ、そうでしたね、申し分のないキックだったんですけど、シュートに至るまで素晴らしいパス出ましたから、結果的に抑揚のあるリズムが生まれるんですよね。本日の結果は1対0、レイソル勝利をものにしています。さあそろそろお別れの時間です。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。実況はジョン・カビラがお送りいたしました。それでは今日のハイライトシーンをご覧に入れながらお別れさせていただきます。皆さんごきげんよう、さようなら。